はい、前回バルデスやっつけました。でね、東アフリカに密輸してる人がいるから、そいつ捕まえて来いって言われたの。ジャコブさんだっけな、ジェイコブさんだっけな。まあ、そんなような名前だったんだけどね。その人を捕まえに行きます。東アフリカ。ガリビブは東アフリカなのかな。多分西アフリカだな。つうか、ここ行けなくね？コードつながってないんだが。まあ、行ってみるか。じゃあ、ソファラを目指します。ソファラ、人がいる？諸国。どこにいるんだろう？ジェイコブさん。総督府ではないな。ギルド。宿屋でもないな。ここではないのかもしれない。通貨。契約できないな。遺跡。遺跡も違う。出港所、広場。彫刻流行ってるんだね。彫刻買ってくればよかったね。出港します。つうか、私シェア持ってないから捕まえられないかもしれない。あ、彫刻持ってくればよかった。ヨーロッパから。シェア持ってないから、東アフリカのジェイコブさんがいる町に行っても捕まえられないのかもしれないよ、私。ちょっと弱ったな。はい、買い物しました。タマリンドいっぱい買いました。と、酒場で、はい、この町では情報はないみたいです。宿屋もダメだ。広場も密輸の人いないし。じゃあ出港しよっか。港します。モザンビークに行ってみよっか。やっぱ彫刻か。いた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 。ジャコブさんいた。俺がジャコブだって言うなよ系の感じなんだ。捕まえに来たぞ。スイフのせいだぞ。スイフが名前呼んだからね。よし。足は持ってないけど行けた。よかったよかった。じゃあね、戻ろう。はい。じゃあね、戻ります。リスボンに戻ります。2117？今ね、リスボンに戻ろうと思ってたんだけど、いつものキャバクラのおきにに教えてもらった。うわ、寮長じゃん、ベリーサちゃん。2117。ありがとう。2117だよ。
よし。じゃあ、平均化して21、17に。いきます。あ、待って。アイテム売ったっけ、私。カカオ買おう。カカオ。ゴールド。決定。で、21、17に行きます。やっぱサンジョルジュのお気に入りだよね。はい。今ね、リスボンに帰る途中なんだけど、ベリーサちゃんの言ってた21、17、探しに行きます。ラスパルマス。ラスパルマスっていう今いる町の近くみたい。じゃあ行きます。ラスパルマスが今ね、28の16だから、下に下がるといる感じ。21の17。ここだ。ここに、あ、行きすぎ。21の17。21の17。来た！シルバーサレットゲットしました。ベリーサちゃん。ありがてえ、マジありがてえ。よし、防具もらったよ。はぁ、あ。ほんと籠城だよね、ベリーサちゃん。と、交易場で、なんか、売れるものを売って、トマトでも買っとくか。ほんとベリーサちゃんいい子だよね。またボトル入れてあげなきゃ。で、出港しよう。リスボン戻ります。はい。で、連れて行きます。連れて行きます。違うの？ここじゃないの？王宮じゃない。酒場？どこどこ？ギルド。あ、いた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 。ここだ、ここだ。連れてきたよ。9900円。よしよし。じゃあね、彫刻を買いに行きましょう。はい。交易。トマト売って、ゴールドとか売って、サフランでも買っとくか。はい、じゃあお買い物が終わりました。彫刻を仕入れに行きます。彫刻。アテネ。アテネ行きます。はい。途中で交易をしながらアテネに着きました。彫刻を買おう。と、全部売って、で、彫刻買います。はい、買った。で、彫刻を持って、アフリカに行こう。じゃあ、このまま、お荷物持ったまま、アフリカに行きます。